あれ、皆さんこれすごく画像良くない なんかやだ。皆さんすいません、おかえりなさい。おかえりなさい。キャンミオ TV 再放送始まりましたけれども、再放送切れちゃいました。すいません、なんでですかね、でしょうね。これ画面もうちょっとカズちゃん寄りにしたいんだけど、なんでですかね。はい、そう、申し訳ございません。あのね、ネットワークが繋がらなかったのかな、うん、なのでちょっと今携帯電話の方で、ね、はい、やり始まってるんですけど、画質いいですね。ね。ちょっとなんかいろんなものが見えそうです。大丈夫大丈夫。でもなんかこれだけの人が見てるんだけどさ、ちょっとあの想像よりもあれだね。あ、そうだそうだね。がっつり見えちゃうんだよね。でもほら、切れた瞬間に来ちゃったもんね。ね。想像より多いってこと、うん、少ない少ないでしょ。いや、もちろんそうだよね。だって放送消えちゃったんだもんね。そういうことかな。いや、でもそうじゃないかも。いつもこれぐらいかも。そんなことないよ。だってちょっとショックだな。60億人ぐらいにね、見る環境にあるわけだ。そうだね、60億人が見る環境にあるうちの、うん、だからね、見て、でも着々と増えてるよ携帯はい、まあでもね、はい、CM も流れたことにして、はい、ちょっと今日の、多分ね、皆さんご心配されてると思います。うん、で、あの回線がつながらなくてですね、はい、ネットワークがちょっとあまりよろしくなかったので、はい、切れちゃいまして、今こうやって放送になってるんですけれども、なぜですかね。ね、私はそれが知りたい。そうだ。そしたら今あれだ。コメントも見れないんだ。と。コメントも来てるかもしれないけども、はい、あ、コメント来てますね。ありがとうございます。ですね、カロさん、コメントありがとうしくでございます。ブラウン、違う、カッパ捕獲許可証がいるよと。あ、そうだ。捕獲許可証はね、あの方に頼んできっともらえるはず。うなぎバーガー何って。うなぎバーガーいいって言ってる。とかね、あ、タカちゃん、小麦粉だったらフライはどうかなとか、あ、郵送した、落ちました。バッチリ落ちました。そして映像が、ごめんなさい、切れちゃいました。あ、ダーラさん、おかえりなさい。あ、カッパの捕獲許可証がまだ今年はないですか。カッパの捕獲許可証のね、更新なの。そう、1年ごとに更新なんです、うん、動画戻ってきたかなと、はい、お、斉藤さん、おかえりなさい。ありがとう。放送事故でもありました。はい、ありました。ありました。あのですね、パソコンからのカメラってどこにあるの。これこれ。あ、そう、放送があのできず、パソコンではできず、今携帯電話からですね、はい、放送してるわけです。申し訳ございません。申し訳ございませんでした。普段とちょっとね、違う映り、うん、になってるんですけれども、まあでもいつもと並変わらない放送をね、はい、していきたいと思いますけれども、今はね、牛久スローフードコンテストで何を食べたいかっていう競技をですね、今チャンミュー TV 上でやってるわけなんですけれども、はい、あの皆さんだったら夢香りを使って何を作りたいですか。小麦粉。そう、チャンミュー TV はチャンミュー TV、 もちろんチャンミューのやりたいもの、そしてチームチャンミューでやりたいものと、うん、そして皆さんのお声で、うん、こうね、あの自分のアイディアを自分で出さなくてチャンミュー TV として出してもいいよっていう方にちょっといろいろ ね、もう出したいんだけど、そうそうそう、教えてもらいたいなっていうのがあって、いろいろ 今ねちょっと出てきたのがうなぎバーガー、うなぎバーガーとかね、あとフライだ、うなぎのフライをハンバーガーに。フライ、うなぎってフライにする？うん、ない。うなぎのかば焼きフライ。かば焼きだね。うん、とかどう？う巻きとかね。うん。カッパ巻き。カッパの。カッパ巻きフライ？カッパ巻きフライ。あー、これダメだよ。言っちゃダメになったやつじゃない。うなぎバーガーとかいいんじゃないの。うなぎバーガーやろ、ね、うなぎバーガー、うなぎバーガーとかいいんじゃない、うん、あと普通に食パン焼いてみるとかね。トーストね。普通にトースト焼いてみるとか、はい、あ、そしてね、はい、カッパのね、捕獲許可証のね、管理官のダーナさんがですね、はい、カッパは多分4月だ、4月にお待ちしております。捕獲許可証がね、チャミオの定期入れに入ってるんですけど、はい、あの定期とか使わないので、もう、うん、スイカないので、うん、スイカはあるけど使ってないので、うん、カッパの捕獲許可証が私の定期なんですよ。はい、ああ、そう、定期入れに入ってるのね。そう、あと、うん、牛久の嬉しくってカード、あ、はいはいはい、もあれも定期、うん、私にとっての定期券です。はい、あ、そしてね、
キュウリとコロッケを海苔で巻く？キュウリとコロッケを海苔で巻く？うん。キュウリコロッケってことですか、かよさん。キュウリとコロッケを海苔で巻く。また出てこなくなっちゃったよ。あ、それはね、タカちゃんだけだね。キュウリとコロッケを海苔で巻くいいんじゃない？キュウリとコロッケの海苔巻きを。ああ、なんか、キュウリを、まあ、海苔、コロッケ、キュウリをぐるぐるぐるって巻くのか。かもしれない。とかね。なんかでも面白いね。うん、ああ、いいのがいっぱい出てくるね。まあ、コロッケもね、もちろん、フライだから。揚げてるし。で、しかも、龍ヶ崎のね。そうそうそう。美味しいものですから。小麦粉だしね。とかね。小麦粉の割合ちょっと少ないけどね、コロッケにしたのと。大丈夫。パン粉と小麦粉。うん。あとは、何がいいですか？ああ。お好み焼きとかもそうだよね。そう、お好み焼きはいいよね。たこ焼きみたいにカッパ焼きっていうの。あれ？それ、チャミューがガチでやろうと思ってるやつなんだけど。じゃあ、うなぎバーガーとかいいじゃないの。うなぎバーガー。うなぎバーガーを。まあでも、せっかくのチャミュー TV やからいいよ。チャミューの意見はないので、あのたこ焼きをね、やりたいと思ってて、チャミュー緑のたこ焼きをどうしても作りたいの。あそう、緑のたこ焼きの中に入れる具材を、だからみんなに考えてもらおうかな。緑色。あ、米できてます。はい。コロッケの衣に小麦粉を使ってキュウリとコロッケを海苔巻きにするのだ。うん、良いと思う。パン粉を使わないで小麦粉でやるってことですか？衣に、あ、もともと小麦粉入ってるの。そう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 コロッケ作ったことあるかな。ありますね。米粉にしてスイーツなんとどうでしょう。シフォンとかココナッツミルクを使ったライスプディング。あー、そうか。夢香りを使わなきゃいけないんですよ。夢香りっていう国産小麦を使ってレシピを考えるので、夢香りを米粉にってどうやってするんだ。いや、あの夢香りは小麦なので米には、ね、米粉にはならないですね。 そもそも材料が違うのでじゃあダメか。スイーツでも、スイーツいいですね。シフォンとかココナッツミルクを使った、ね、だからライスプディングを普通のプディングにする。小麦粉でプリンって作れるのかな。ですね、ちょっとその辺はね、わかりません。あのシンプルに牛乳卵だろうけども、うん、私はブラジル行った時に、母ちゃんがブラジル行った時に食べたプリンは、うん、小麦粉がふんだんに使われておりまして、結構しっかりした。へー。あとはね、クリームコロッケにしたれ。クリームに小麦粉使うし、コロッケの衣にも小麦粉だし。そうだそうだ。とかね、すごい、ダーナさん、はい、埼玉にキュウリ入りどら焼きがあるので、キュウリは甘いものとも合う。なんだっけ、キュウリに蜂蜜かけたらメロンの味とか。そう、あ、やったね、ね。それいきますか、キュウリ。どう、なんかあんまり言わない方がいいんじゃないの。でも、チャンミオ TV で考えたものを、はい、だって誰がさ、こうやるかは分かんないじゃん、ね、で、そこで評価されて、うん、どうなるかわかんないから。実はですね、カウさんも考えてるんですけども、うん、それは一切言わない。いいよ私の意見はないのでここでは言ってない。そうね、っていうことにしとこうね。緑のたこ焼き、青汁の粉入れる。健康的だね。うん、青汁の粉もいいですね。まあ、牛さん、おお、帰りなさーい、帰りなさーい。そうとか、他にもいろいろ、すいません、小麦かと。チャミオがきちんと説明しなかったのがあれです。小麦粉でできるものをですね、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。300円で最初買うでしょ、うん、あれってどれくらいなんだ、1キロ4人分の小麦粉ぐらい。でもどれくらいかわからないです。なんかこのミカチュウの歌、なんか最近チャンミュー TV で聞くともう終わっちゃうんだと思って寂しくなっちゃうんだけどそんなことないよ。そう、ああもう時間がーって。そう、でももうそろそろ時間になっちゃうんですけどね。なんかいろいろ皆さん教えてほしい、うん、で皆さんもね、ぜひね、あのチャンミュー TV でもそうだけど、はい、あの誰でも応募できるので、うん、ぜひね、牛久のスローフードコンテンツさんに応募してみては。一人じゃなくてもそのグループでもいいって言ってたから、チームチャンミオというか、チャンミオ TV 部門でも
勝手にやっちゃってもいいかなと思うので、うん、もしもあのアイディアありましたら一緒にこう考えていただけると嬉しいな。とかね、うん、高校生の友達で やっちゃうとか、あ、ね、高校生と一緒にやりたいね。そうね、うん、とかあったら教えてください。やったりとかね、なんかなんだろう、なんかみんなにこういったアイディアを盗まれるの嫌だけど、盗まれるのもおかしいけど、うん、あ、なんでいっぱい入れてほしいね。ね、そういっぱい入れたいよ。そうクレープにいろんな具を巻いてみてはどうでしょう。何がいいですか。入れちゃった。え、入れちゃった。クレープ。クレープね。うん、黙ってました。え、クレープも考えた。あのガレットみたいな。